まあ、ただいま深夜3時半でございます。ご覧いただいているのがカルビの焼肉になります。速稼塾の久保です。こんな夜中に焼肉かよということですけども、夜中に焼肉が食べれるってね、まだまだ私も若いなということでございます。まあ多少ね、白髪は出てきましたんで、私染めに行かないといけないですね、またね。大和くんの春休みがまだ続きますんで、4月10日ぐらいかな、やっと行けるのは。それまでになんかね、2時間ほど手が離れる時があったらね、大和くんからちょっと行ってみようかなと思いますけどね。はい、じゃあまずいただきますね。今回はね、豚のカルビ焼肉に黄金のタレをつけて、そしてね、ネギでちょっと彩りをしてこういただいてみようかと思います。あまり食べ過ぎるとね、やっぱりさすがにね、油っぽいですから、胃にもたれますんで、油をしっかりと落とした上でここに盛り付けてるんですけども、プラスネギをちょっとね添えていただきます。うん、やっぱりね、カルビっていうのはね、2、3枚ぐらいがちょうどよくって、とてもじゃないけどこんなにたくさん食べるもんじゃないですね。特に他に何もないですから、これでキャベツとか玉ねぎが一緒にあったらまだしもなんですけども、まあ適当なところで食べ終えようかと思います。まあでもネギはいいですね。どんな時でもパラッと垂らすことによって適度なね、辛さと苦味、うん、爽やかさを、彩りを与えてくれます。はい、まあ改めてなんですけども、こうやってね、24時間好きな時に起きて、ほとんど自分の望むものが食べれる、飲める、これじゃね、ホットコーヒーなんですけども、でもこうしてる瞬間にも、この地上では尊い命が失われて、尊厳を一方的に略奪されてる人がいるんですよね。そういうところに思いを向けた時に、じゃあ自分の平和な暮らしはね、そういった犠牲によって成り立っているところがあるんじゃないだろうかっていうふうに、本当にキリがないんですけども、細かく考えた時に、まあ、今ね、分かりやすく言えば、日本の電気需要っていうのは、こう今ね、夜中でも私たちがね、起きて不自由なく暮らせるためには電気必要ですよね。このエネルギーっていうのは、一部はロシアからの天然ガスによって支えられてるわけですよ。で、ロシアの天然ガスに、まあ購入代金を払うと、そのお金が本当に一部ね、ウクライナを侵略する武器の購入価格になっているということはありますよね。で、その武器によって撃ち込んだミサイルがウクライナの平和を奪い、電気をぶち壊して人々の尊厳を壊しているとなると、やっぱね、世界はつながっているとよく言いますけども、幸せになるためにもつながってるんですけども、人の不幸に対してもつながってるんですよね。ここに一つおもちゃがあります。認めたくないことなんですけども、このおもちゃが日本で低価格で手に入るってことはどういうことかっていうと、この低価格で作られたおもちゃを低価格で作らされている人がいるっていうことも逆で言えるんですよ。証拠のない話なんですけども、あるね、記事によると、ある国の囚人が死ぬまで働かされているそうなんですよ。じゃあ何を持って働いているのかっていうと、こういうふうな日本向けのおもちゃを作るために、ただ同然で働かされて、そして日々ね、誰が作るかわからないこういったおもちゃを大量に輸出しているという現状があるみたいなんですよ。うん、確かに誰かの労働を搾取しない限りは、私たちがね、びっくりしたような価格で、低価格でこれほど多くのものが手に入らないというね、ことも言えるんじゃないかなと思うんですよ。その近くにあるのが、日本でもブラック労働と言われているものですよね。ものすごく過酷な労働を長時間して、でも給料は安い。じゃあ作り上げた製品やサービスはどのように消耗されているかというと、消費されているかっていうと、うわー安くて助かるわーって人が買ってるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ本当にね、正規の料金であらゆるものを作った時に、例えばこれがね、いくらかちょっと分かりませんけども、これがじゃあ5908円でしたってことになったら、もうオイソルトは買えないですよね。オイソルトは買えないけども、
買う方としてはそうですけども、製品を作る方としてはそのぐらいもらわないと余裕ある職場は作れないよということにもなりますし、きちんと昇給のある募集給料を払える従業員募集もできないよってことになると思うんですよ、うん、まあ、そういう意味でね、世界はつながっている。私たちも昔ね、台湾製とかあと中国製ってものがね、物が悪いけど安いよねっていう感覚で使ってました。中学高校大学の頃までですかね。けど裏を返せばね、中国人なら安く働いてもしょうがないよねとかね、まあ、東南アジア売春ツアーみたいな恥知らずなツアーも日本では一時期ありましたけどね、この国の人だったら安く買い叩いてもそれはしょうがないよねと、うん、発展途上だからねと、人件費安いよねっていう風にして、やっぱまさに人の尊厳をないがしろにしてきたんじゃないかなと思うんですよ。もしね、真にこの地上に生きる人の命の価値に差がないとしたら、自分が日当2万円3万円で働いていたとしたらね、誰かを使うとき、誰かに働いてもらうときも同じような金額が払えるはずなのに、あ、どこそこの人ね、じゃあ1500円も上げとけば喜んで働くよみたいなね、こんな見下した価値観を持ってきたんではないかなと思うと、私は持ってきましたね。それは今ではそれが間違いだってことに気づいたんですけども、まあでもね、まだ知恵の浅いその時にはそう感じていたかなと。ああ、あの国の人はまだ発展途上だから人件費安いよね。じゃあそこでいろんな商品作ったら儲かるじゃん。そこで取れた鉱物ね、どうせ地元の人は使わないでしょ、価値わかんないでしょ、じゃあ価値のわかる文明社会が持っていってもいいよね。こういうふうな発想が当たり前だと思ってたんですけども、今こうしてビジネスを知るとね、そんな当たり前はなかったなと。そもそもなんでそこまで重大な価格差や金利差が生まれるのかなってことですよね。よくね、格差是正って言うとね、そうだそうだみたいな声が上がりますけども、そもそも資本主義経済ってのは格差を作る主義ですからね。モテる人とモテない人を作る、でそのレースにあなたは参加しますかっていうのが資本主義ですから、ですからね、自由主義経済っていう自由競争の社会は、足が速い人は早くゴールについていいよっていう制度でしょ。格差は肯定されるべきなんですよね、そういうところでは。でも片方では開きすぎた格差にね、物申す人も出てくるわけですよ。もちろんその格差社会で多くの人は上位の格差に乗れませんから、格差是正っていうと多くの人の共感は得れるでしょう。でも仮にその格差の天井に自分たちがいたとした時にね、格差是正っていうふうに本当に自分自身に対してね、叫べるのかなと思ったら、これまたね、妙な話になってきますよね。じゃあ世の中が平和になるんだったら、日本人よ、電気を捨てなさい、スマホを捨てなさい、そうしたら世界中は平和で平等になります。まさに今ぬるま湯に浸かった日本人の皆さんが求めてる平和ですよって言われた時に、さあ果たしてできるでしょうか。私たちは私たちの豊かさと同じレベルに来る、そんな平等は望んでるけども、自分たちがこの豊かさを失って得られる平等には非常に前向きではないんではないかなと思うんですけどもね。はい、じゃあまた焼肉いただきながらいろいろとね考えていこうかと思います。いただきます。